皆さん、どこでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、今回もサマーナイト6を失われた教会立ち、27回目からね、やっていきましょう。では、今回はここからやっていきましょう。でね、前回ね、そんなに大したことなく終わった。ようやく倒せた。あとは、あの糸さえ引き抜けば。もうパノスタさ、完全になんか人形とかしてる。危ない、アブ離れて。ひーしーまだ暴れるの？一体どうすればいいのよ。君たち、離れているんだ。ここは俺がやる。来た。何をする気なんですか？まさか、その剣でバナッサを。ピシ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 。いや、やめてください。バノサさんは決して悪い人じゃありません。だから糸を助けるだけやって。少し気が荒いところはあるけど、僕の大切な恩人なんです。お願い、殺さないで。安心してくれ、俺は決してそんなことはしない。え？ミスタリアスは誰かの意志を砕いたりねじ伏せたりするためのものじゃない。君がこの人を大切に思う心を、その絆を守って生かすための力なんだよ。だから大丈夫だ。大丈夫か？その方を信じてください、カノン様。彼ならばきっと大丈夫です。カノンさん、わかりました。どうかお願いします。バノッサさんを助けてください。もちろんだよ、任せてくれ。はぁ、お、来たね、バッティングして。見て、剣が青く光をまとっている。すごい、綺麗。そ、え、綺麗、そこそこ。彼の心をいびつに縛り付けている糸だけを断ち切れ、ウィスタリアス。来た、中二病。中二病ちゃうけどな。実際に変わるから中二病ではないけど。何？急に姿が変わって、すごい魔力。あんな剣見たことないわ。うん、俺は、ね、ラジオで見たことある。近くだ。彼は一人。でも、どうしてかな？全然怖くないよ。なんだか包み込まれてるみたいに温かい感じがする。ええ、この光はあの方の心そのもの、絶望すらも切り開く強い意志の力なのです。そんな力が。君を案じる人がここにいる。さあ戻ってくるんだ。かあ、超断ち切れ。いや、あ、倒れた。バノサさん、クノ、頼む。はい。ん？で、クノンの知り合いって感じだな。大丈夫です。消耗はしておりますが、命に別状はありません。バノサさん。かった。これで目が覚めた時にはきっと君のよく知る彼に戻るはずだよ。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。礼には及ばないさ。助けることができてよかったよ。本当に糸だけを切っちゃった。すごい、なんて力なの。だから言ったろ、頼もしいやつだってさ。バノスの周りを取り巻いていた禍々しい気配が消えている。一安心といったところだ。アムが口をアングリアキって驚いていますよ。一度家に戻ろう。バノスさんを安静にさせないと。まだ続く感じね、これ正的には。アム編は。そっか、クノンとあなたは同じところから来たのね。ああ、再会することができて
本当に良かった。他にも人を探さなければいけないし、このまま君たちの仲間に入れてもらえると助かるんだけど、どうかな。自分もです。主殿を探すためにもぜひご一緒させてください。もちろん大歓迎よ。あんな風にピンチを助けてもらったんだもの、信用する以外ないじゃない。みんなもいいよね。賛成。賛成。僕も意義はない。勝手にすりゃいいんじゃねえの。ありがとう。意義はない。よろしく頼むよ。レクス先生ともどもよろしくお願いいたします。さてと、話がまとまったところだが、いつまでもここでこうしているわけにもいかないな。そろそろ改めて出発するとしよう。バノッサはここで休ませていくとして、一人で置いておくわけにもいかないよね。私がここに残ります。あとのケアはお任せください。うん、それです。うん、お願いね、クノ。あなたがついていてくれれば安心だわ。アム様たちも無茶をなさらぬようお気をつけて。セックス様、皆様のことを頼みます。あ、任せてくれ。僕も今はここに残ります。バノサさんの看護をさせてください。なるほど、カノンの代わりにレックスがついてください。それがいいと思うよ。バノサの目が覚めたらカノンからいろいろと説明してあげてね。そんな感じで、ね、そうそう、カノンがいないとこいつってばまた腹を立てて飛び出していっちゃうかもしれないしね。言えてる。はい、任せてください。それは言えてる。なんかちょっとおっかない感じだった。カノン嬉しそうだったね。ずっと行方を心配していた兄貴分が見つかったんだ。当たり前だろ。そっか、そうだよね。しかしまあ、正気を失ったあいつの執念は呆れるほどだったぜ。まあ実際のところあの野郎が現れなきゃ、あのままこっちがやられてたんじゃねえの。うん、あれだけ暴れられてたら私にはどうにもできなかったかもしれないわ。レックスたちが来てくれて本当によかった。いや、君たちみんなの意志が強かったからこそ彼を呼び戻すことができたんだ。それに俺の方こそこうして仲間に入れてもらって感謝してるよ。まあボッチでずっとおったもんな。ボッチといってもあの機械のやつがあったから、そこまではボッチ感はなかったよ。私たちとしては頼もしい味方が増えてくれて心強いんだけどね。やろうね。レックスがこの世界にやってきた時はどんな感じだったの？それにその件ってちょっとだけ事情があってね。俺は仲間たちと絶対に負けることのできない戦いに赴くところだったんだ。その前にアズリアと友人と話していた時にこっちに飛ばされてしまったんだ。あっという間だったよ。あの時一瞬何かの影を見た気がするんだ。何かの影？それがあなたをこの世界に呼んだんでしょうか。わからない。何しろ一瞬のことだったからね。はっきりと見えたわけじゃないんだ。すまない。いえ、そんな。心配でしょうね、そのアズリアさんって人のこと。うん、でもアズリアのことだからきっとこの世界のどこかで無事でいるはずだ。俺はそう信じてる。でも早く合流しないと遅いって怒られそうだからな。急いで見つけないとね。不思議、この人の笑い方ってなんだか見てるとホッとするわね。まあ、そういう人おるよね、中にね。中にはね。やぶーやぶーって飽きると。それでレオルドはこっちに来た時どんな感じだったの？どうかした？私の顔に何かついてるかな？いえ、先ほどから気になっておりましたが、あなたは自分の主殿と同じ立場におられるようなので。同じ立場？立場？はぐれてしまったっていう君の主かい？はい。自分はリーンバーグにて、マグナという名の主人に召喚されました。マグナという名の主人？そして、兄弟子であるヘスティ殿やアメル殿たちと共に旅をしていたのです。え？ん？クト、それにアメルってん？なや？アメル殿を狙う黒の旅団の襲撃から逃れ逃走していた時、
一気はぐれてこの世界に来ました。皆さんが今どうしているかとても心配であります。アメルっていうのはラジオに出てきたな。ああ、そういうキャラクターですね。黒の旅団？それって私たちも経験したあの戦いのこと？おいおい、どういうこと？自分もある人のは男性でしたが、あなたは女性ですが、主殿と同じ立場にあなたはいる。こうして拝見している限り、あなたは我が主殿ととてもよく似た雰囲気をお持ちです。ん？何？どういうこと？別の時間軸から来たってことだね。よね、彼レオルドは僕らと同じ世界であって、同じでない世界から来た存在ということか。その世界での君の主人がトリスと全く同じ立場にいるマグナという男だったんだな。マグナってラジオで出てきてなかったっけ？そしてレオルド、君自身は今のバルレルの立場にいたということか。その通りです。ああ、私が男だった？そんなことってあるのかしら。いや、だから別世界の次元のことですからね。別の次元にいるもう一人の自分ってことかな。なんだか嘘みたいな話だね。何が起きたって不思議じゃないわよ。私にとってはあなたたち全員がびっくり箱みたいなもんだしね。そうか、不思議だけどそうなのかもね。そんなことは考えたこともなかったよ。けど誰にでもどこかにそういう存在がいるのかもしれないな。俺もおるかもしれん。ひょっとしたらこの先、自分であって自分でない一人の存在とこの世界で出会うかもしれないね。なんかちょっと複雑な気もするけどね。まあせやだね。だな、俺は今ちょうどそんな気分だぜ。あるね、大丈夫かな。お、ゼッシュ駅前来たね。ようやくたどり着いたね。ようやくかよ。これがゼッシュ駅。すっごい大きいね。これなら世界を隔ててるって言われても納得だわ。本当に糸で作られてるんだな。それに大きな魔力を感じる。向こう側に行くためのドアとかはやっぱりないよね。ドアってあったら苦労しねえよ、バーカ。バーカ。こんなに大きいんじゃ、うちの方が無理か。なんとか小さい穴でも開けるしかないね。これは一筋縄じゃいかなそうだな。でも今は、ここから取り組むしかないもんね。あのさ、ちょっと、さっきから、前回、前々回が言ってたけど、ラジオ。やろう、みんな。考えられること、片っ端から試してみようよ。最後、なんか、わーって言って、なんか終わっていった、感じがここにあるんじゃない？じゃ、まずは私からね。いくぞー。無理やろ。キン！端から蹴る。端から蹴ます。お、なんや？ずっと黒い画面のまま。疲れた。疲れただけ。これだけいろいろ試してみても傷一つついていないか。なんて頑丈なのよ。びくともしないじゃない。剣もダメ、銃もダメ、召喚術でもダメだなんて。糸にしちゃ頑丈すぎない？糸じゃないんじゃない？で、俺は思ってしまう。剣でも切り払えないなんて。ただ硬いだけじゃないな。この壁の表面が衝撃を巧みに受け流してるんだ。こんな糸は見たことがないよ。これを破壊するのは至難の技だぞ。でも諦められないよ。私たちはこの壁を壊さなきゃ。アム、なんでかな、さっきからすごく胸が騒ぐ。この向こうに私たちが求める謎を解く手がかりがきっとある。そんな気がするの。この壁さえ壊せればみんなで生きるのに。なんか起こるんじゃね？え？アムが触れたところから糸がほどけていく？ほどけていく？この感覚、手のひらから
何かが溢れて壁が崩れていく。崩れていく、そういう問題じゃないと思うよ。なーい。おお、なんかアニメーション来ましたよ。びっくりした。やっぱりこの世界の住人や。アム、あなた一体何をしたの？何も、ただ触れただけ。ただ触れただけ。言い方が悪い。なんだこの光は。眩しい。眩しい。あきら、あ、俺も眩しい。じゃあ待って。こうして。こうして？戸惑うことしかできないほどあっけなく。世界を区切っていた壁は崩れ去った。崩れ去った。白い光の先で待つ大いなる真実、それがこのフィルージャに、そして自分自身に何をもたらすのか。もたらすのか。この時の私はまだ何も知らずにいた。知らずにいたか。そうですか。お、終わりましたね。来ましたね。ではまあ今回もうね、ちょうどいいタイミングの時間帯なんで、まあここで終わって次回ね、うん、このところからやっていきたいと思います。ではまあご視聴ありがとうございました。アリュー、アリオス、グッバイ、サラバ。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にも、ゲームタイトル不純縛り、ツイッターの方では、さまざまなことを企画として立ち上げてやっておりますので、フォローお願いします。あと、概要欄のところに、アーから O までのパート A の動画を集めた再生リストの URL と、ゲームタイトル不純縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。